選手たちなんで、その選手たちがちょっと今変化を出し始めてますよね、はい、さあ山田進入してきた、セカンド、アップの形を取ったところから長いボールを蹴ってきました。セカンド山形が拾って、渡辺大月裏への動き出し、自分でいた、仕切り直しをしたいところ。さあ山形ビニシウス、サイドを変えてくる、面白いボールになってきました。これに対して岡山もふわっとしたボールを中に入れるか、どうだと決まった、さあ中入れてきた、ビニシウス決めた、わずかに、回避しました、山田に出してきます、そして背後、さあ渡辺走らせる、渡辺取った、渡辺、すぐに寄せてくる金沢ですが、加藤大輝が振り切りに行きます、抜かずに入れてきた、ヘディング